日本は民主主義国家か法治国家かということが問われていると思います。この安保関連法案はおかしい、そして少なくともこの国会で通すべきでないという人たちが6割以上を占めているわけです。内閣法制局の長官が4人、今の集団的自衛権の動きは違憲だと言ってるんですよね。大森内閣、大森さん、宮崎さん、坂田さん、角田さん、一人だけがおかしいということになるんだったら、それ一人ぐらいおかしい人間が出てくるかもしれない、私のようにだけど4人の長官がこぞって違憲であるということを言ってるのは、これは大変な事態だと思います。安倍政権が出た時からこの政権はもうめちゃくちゃな政権になるだろうという感じはしてまして、もう次から次へとおかしいことをやってきました。指導者が嘘や詭弁の説明をする、マスコミが調べれば嘘や詭弁であるということがすぐに分かる、しかしそれをせずに嘘や詭弁の拡散をする、国民はこの嘘や詭弁を信じ、あるいは信じるふりをし政策を容認する、反対者を弾圧し排除する、今の日本社会同じですよ。原発であれ、集団的自衛権であれ、ほとんど嘘と詭弁を言ってきてる。ジョージ・オーエルの1984年を読んでるんですね。これは全体主義でいかにソ連がひどいかっていうことを、まあ、言うそういう本だと、まあ、一般にされてる。ジョージ・オーエルの1984年の本をね、買って今読んでみてください。安倍政権とそっくりですよ。この政党の一番最初は、戦争は平和である、これがモットーの一番です。積極的平和外交、まさにそれじゃないですか、ね、積極的平和外交は平和を作るという名目にしながら戦争に行く。この集団的自衛権でもしもアメリカのやってることが正しいことだったら、それは私たちは行くというのが一つあるかもしれない。イラク戦争、アフガニスタン戦争、シリア、リビア、西側の関与であの地域が安定しましたか、全然してない。そのツケを今欧州が避難民として受け入れ始めた。世界中におかしくなってる。